呪われし、え、呪われしゼシカ、え、リブルアーチ、リブルアーチだね、それは多分。ごめん、ライドの塔だったわ。リブルアーチ超えてるわ。魂兵隊も、そうだね。常に秘めた暗黒の力がエイトの仲間に魔法使いゼシカに乗り移ってしまえ。呪われしゼシカを賞金に戻すのだ。え、シャドウ、シャドウとか怪しい影的、リブルアーチやっぱ来たか。え、まさかと思うんですけど、ちょっと見たことあるんですよ。ちょっとこれで行かせてもらっていいっすかね。なんかもしかしたら、これもしかするかもしんないっすよ。いやー、ボス曲の星、曲、あ、いや、応募あんじゃん。呪われしゼシカ、応募あんの、つばぜり合わせたかったな、それ。応募あんじゃん、左上。なんか横にいるわ。横にいた、行ったで来いよ、そこは。いや、てっきりですね。いやー、待って、でもさ、ゼシカ敵に回んのやばくない？ DLC だからこそできた。DLC だからできた技やん。怪しい影が2体達成やがって、原作通りだ。まあ、原作だったらシャドウか。原作だったらシャドウだった、シャドウだったね。ちゃんと原作再現してんじゃん。皆様、え、まさか、おお、え、DLC の特権振りかざしてんじゃん。うぜしかかっこいいじゃん。お前の皆様どのくらい来るの見せてよ。でしょうね。いやーもう名前を見せちゃダメっす。でも、それ話は別。あ、でも、それ話別だね。そうだね。シャドウ、ワンチャンドルクマ使ってくれたりしない？なんか。怪しい影だから無理か。てか、ゼシカ打撃弱えな。さすがに。あ、でも弱点アナウンサー出てないか。暗黒の世界。やめ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 。やめ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 。雑なことをすんのやめなさい。君たち。でも、ゼシカの攻撃は受けない。いや、でも、杖なく、ゼシカってどっちかではあれだよな。原作的に杖殴ってる方がよっぽど強いんだけど。個人的にゼシカはさ、呪文も確かに怖いけど、ベギラゴンマイハドも怖いけど、杖で殴ってくる方がよっぽど脅威だった気がするんだけど。さあ。これ、ハグメタは逃げるけど、イダテンの刃？オッケー。配信出してもいいよ、ネタに。うん、なるほどね。さあ、シャドウたちがちょっと怖いなっていうから、呪いの霧。これだ、待って、え、あ、え、あ、あ、ブレス、ちょっと待って。あ、ブレ、え、あ、ブレスやべ。あ、ブレスやって。あれ？ブレスやばくない？ブレスやばくない？やべ！いつでも動画で言ったことだよ。メタルブレスやべえぞ。待って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 、メタルゲーにブレス打つのやめてくんない？それ一番ダメだから。なんだそのメラゾーマ。なんだなんだ、なんだそれ、なんだそれ、なんだ。煽ることを忘れない。いや、待って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 、あと2ターンだぞ。あと2ターン。あと2ターンよ。あと2ターン持ちこたえれば、なんとか。回復欲しいな。すげえ、ゼシカ狙われんじゃん。はい、オッケー、ナイス、いいね、ハグリンちゃん。いやー、でもゼシカ、え、待って、歴代主人公でさ、こうやって敵に回るのってさ、バーバラとか以来だよね。本当に、本当に珍しいな。DLC だからな。さあ、どんな感じかな。これでどんぐらい打点でいいか。はい、ナイス！いいね、ゴールドレン。ゴールドリアンちゃん、やる。なんだなんだなんだ、原作通りだね。原作通りのマヘドを使ってくれ。お、なになにそれ、かっこいいじゃん。すげえな、モーションもちゃんと使われてるのすごいな、ヤマタのうちみたいに。で、その前とはどんぐらい軽くなるんだい。はい、ゼロ。はい、ゼロ。なるほどね。呪いの霧。うわあ、ちょっと、ま、ちょっとブレスは、ブレスやめない？で、ブレスやめない？ほんとに。これぞどうだ。ゼシカ、お前女だな。ゼシカ、お前も女だろ、いきげくぐる、お前も女だろ。あ、ゼシカ強え、ゼシカ強っ。あ、ゼシカ強いっすね。そうか、ゼシカは女でもちゃんと呪われた意志あったので強いね、ハグリちゃん。そう。ジェシカ、お前ククールに騙されなかったのか。
立派だわ。まさかここに来て、待って、ここに来てどんどん行くね。ドルマゲス、ゼシカと来て、いよいよ来る。いや、ゼシカの顔よ。闇のディスに慎重レティスを救う、ゲモンと戦いなんです。慎重レティスを救うためって、慎重レティスは正気ですよ。あ、そっちか、なんだ。いやー、レティスとやりたかったかも。そういうわけでね、主人公1チーム再び。ちょっとこれはどっちかというと一つ前でやってほしかったという。このチーム一つ前でやれという声が聞こえてきます。知りません。いや、わがままかもしんないんですけど、ここまでやるんだったらさ、8の普通のボス BGM が欲しかった。なんか原作通りだな。ゲモンちっせえな、お前。ちょっと待って、ゲモンちっせえ、あ、セーフ。あぶね。そうか。え、魔法とも使うっけ、お前。なんか、あんま印象ないわ。ゲモンといえばね、わしづかみとか集中攻撃、基本的に効率を狙うっていうのがゲモンの癖だったから、そう。ゲモンってさ、あれだよね。効率狙って、わしづかみするっていう、ククールゼシカを追い詰めるっていう意味の、やつらだったけどさ、お前、魔法通してんじゃねえかよ。はい、パワー、貯めるの汎用性、解くと見よう。こっからよ、ための汎用性。しかも、ちょっとだけ突っ込みたいんですけど、ゲモンの脇のお供がちょっと違うんですけど、極楽鳥とかいませんでした？デスターキーとかいなかったですか？誰ですか、君たちは。クロスフェイス。おお顔から、目からビームじゃない、もう顔からビームなんだね。さて、こいつも8出身デューラー、どうかな。はいー、オッケーそれが強いのよ。それが強い、やっぱり。さあ、これでシャドーパンサーだね、君は。シャドーパンサーなんだね。シャドウパンサーじゃねえね。シャドーパンサーなんだね、あくまで。ここで貯めるからの、ベホイに。貯めるの汎用性よ。はい、貯めるの汎用性、ここで活かして、しっかり。まあ、ね、向こうに言う、ね、オーブ、まあ、魔力はないんで、ここは耐えつつね、戦えば、安牌でしょう。ちゃんと、さすがに光の玉とかなくても溜まるべ。クロスで結構ね、適当だな。さあ、勝ち上げ、貯めるからの勝ち上げ。さあ、カブトこそさっきも頑張ったけど、今度は頑張れよ、お前。今度当てろ。はい、オッケー。いいよ。さあ、ゲモン君、君何してくんの？魔法トーン。好きだね。主人公には憎いのかい？あんあんあんああ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 、こらあ、こら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 、君ダメだよ、そういうことしたら。ダメだよ、君、そういうことしたら。ダメだよ、君、そう、ソウルに対して魔法とぶつけるなんて。あ、もう、シャドウパンサーは何をしてんだよ、あいつ。シャドウパンサーはあいつは何をしてんだ。もうどうしようもねえじゃねえか、今度は。今度はどうしようもねえな。知らないか。なあ、お前、サイレスと一緒でやってることが、全然なんか原作再現してる。なんか、バシズ、高烈魔。まあ、俺はもう、こんなやろもう。何この構図は。溜めていって、溜めるからの、次のターンに勇気溜まるんで、まあ大丈夫でしょう。言うて向こうもほとんど削れてないんで、こっちの HP を。ゲモンは魔法トーンバック化してるし、シャドーバスは止まるし、クロスフェイスだけですよ。頑張ってんのは、嘆きの歌？どうかな？あ、さすがにもう無理か。十分でも。打率いいよ。次のターンに SP なんか使っちゃって、クロスフェイス。まあまあまあ、君クロスフェイス、その顔からビーム好きだね。意地でもちょ顔焼けない？顔熱くない？それ。心配になってきたわ。なんか、極楽鳥のデスターキーだのいたのに、うん。なるほどね。ゲモンよ、ちょっと待て。これがあるじゃないか。ゲモンね、原作ではね、ジェシカやククールをね、狙い撃ちにするんですよ。きっと思ってたんでしょう。欲しいんだろ？はい！ゲモンだけ！ゲモン、お前やっぱ原作通りだ。お前ジェシカのこと魅力感じたんだな。だから集中攻撃するんだな。なるほどな。ゲモン、お前原作通りじゃん。原作通りじゃん、お前。マジで原作通りの反応で面白いんだけど。いいね、原作再現いいよ。
まあ、ククールも狙われるんですけどね、言うてしまえば。別にククールも狙われるんですよ。まあ、原作だけで言うと。ジェシカの方が狙われる印象が強いんだよ、ゲモンに。いやー、で、ジェシカのパパでひるむんだろ？いいわ、お前、取り高十分だよ。いいね、取り高十分。レジェンドクエスト楽しいね、やっぱね。さ、バギーまで打点取って。はい、オッケー。スモート勝ちです。勇気溜まってるんで、もう勝ちでしょう。さあ、最後に、もうずっと歌い始めるな、こいつ。こいつ、クリア後じゃないとスカウトできないんだよな。うん。はい、勝ち。よーし。レディスと共にやってきた。もう一人、ね、いました。ジェシカでアンガスにククールが出ないわけにはいかないでしょ。行ってこい、ククール。なんだその構え、お前。うなずくな。この演出の短さ、まさにモンバトワン。シャイニングボウ。演出が短すぎるよ、ククール。いやー、取れ高十分だったよ、君たち。勝負あり。